はい、では始めていきたいと思います。短兵衛を、短兵衛で戦闘力を上げるパートです。うまくいってほしいですね。半兵衛来るか。いやー、後ろ行ってるよ。後ろっていうか下行ってるよ。いやー、全部ダメだな。近寄ってくるね。はい、来ないかな。下行ったんでしょ。わあ、来た来た来た。頼むよ。はい、オッケー。素晴らしい。まずは一発オッケー。意外と打ち取られないですね、半兵衛。さすがですね。よかったよかった。このパートはAKとゲインの出番はないかもしれないですね。わかんないけど。うん。あと3回これやるんで、ないかもしれないですね。あと3か。半兵衛卒業まであと3ですよ。はい、ここで終了ではなく、カットします。カットというか編集、挟みます。はい、ではいきますよ。ね、ここで首切っちゃったらね、ダメなんで、やり直せるように。いや、20でしょ、多分。もうないでしょ、兵数。ほとんど。
ですね。だよね。ないのは分かってたよ。来るね。そっち行く。そっちはちょっと予想外だな。さあ92、そして首を取らないように。はいはいはい、オッケー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 。92、うまくいきすぎてるな。一度も取ってないですよ、首。すごく素晴らしいですね。上杉から攻められないかな、大丈夫かな。あ、でも上杉も結構やばいんですね、兵数がね。とはいえそれ以上に武田がやばい。まあ好きあらば殿の命。まあそりゃ囲まれちゃいましたからね、足利に。似たような色してわかんないけどね。何？ああ、まあまあ、しゃあない。志賀さん。ああ、ほらほら、こういうことする。ちょっと待ってよ。ずっとそこ攻めてたんだよ。ちょっと待ってよ。やめてよ。ああ。発信なめんどくさいことしよう。足なめ。なん、まあ、高橋さんがいるんだね。どっちまで流れたんですね。死なので首にした武将が。いやー、めんどくさいことしてくれたなー。予想はしてたけど。67。まあ、分かってはいましたけどね。仕方ない。67か。実はね、はい。維新数年まだかな。そろそろ来てもいいような気がするんですけどね。終わりに、終わり周辺に出てくるんじゃないのかな。わかんないけど。いやー、しなめんどくさいことしてくれたな。仕方ないな。もう行くしかないですね。いやー、めんどくさい。ほんとめんどくさい。
ゲインだけでいいかな。70持ってゲインだけでいけばいいや。十分十分。で、上杉からの、共同の武将も来るし。アシナなんぞゲインだけで十分さ。アシナなんぞな。ちょっと待って、打たれなきゃいいんだけど。うん、ここにいれば多分大丈夫だと思うんですよ。いっぱいいるけどね。でも、ち取られるのはやっぱ嫌ですね。今、基本的にその武将は大事にしているつもりなので、命は。まあ、しょうがないよね。こればっかりはしょうがないよな。するしかないですね。遠江？おい、大神数伝じゃないの。ようこそいらっしゃい。好きにして。知らない。知ったこっちゃない。で、武田攻めるから。で兵は雇っておいて、ちょっと使わない武将を
あ、ちょっと遠江行かなきゃ。遠江に行かなきゃダメですね。ちょっとこの辺の武将をね、持ってって首にしよう。訓練させて首にしよう。悪いな。悪いよな。遠見でこっちじゃないや。いや、愛心崇伝。わあ、強いな。強くないけど。何言ってんだ。強くないよ。戦闘力以外が強いっていう。戦闘力以外強いなっていう風に言いたかったんですよね。一個も強くないですよね、戦闘力ね。弱いですよね。もう育てる気でいるから強いなって言っちゃいますね。強くないって何にも強くない、弱いっていう。15ってヒゲ生えてるよ。強くないよ、もう。いや、愛心崇伝。いやー、よく来たね。後継者ですよ、ある意味。どうしよう。半兵衛が上行ったんですね。は、ちょっと待って、半兵衛が上行った。ってことは城主ですよね。ちょっと待ってよ。となるとちょっとややこしいな。うわ、もう強いし。ここ取らなきゃダメですね。城主は厄介なんですよ。一人で乗り込むか、行くしかないもんな。よし。では一度カットして、やり直しが効くようにやります。はい、行きますよ。ちょっとね、粘りで伊達さんにの力を借ります。多分蓄えてるでしょう、伊達さんは。
けるか。これ引きつけた方がいいな。てくれないと困るんだよ。はい、どこ行った？あ、上行ってるか。仕方ないな、普通にやっつけるしかないかな。こうなっちゃうと仕方ないな。まあこの土地を、この土地があるとハンデが上昇になっちゃうんです。もうしゃあないですね。だな。の一騎打ち。まあ言っても反米は強い、反米が強いですが、マサムネも強いのでどうなるか。で、ゲインはちょっと、美濃に連れてきます。教育させます。
で、クビにしよう。新数年の養分ですよ。スーデンさんはあのミノで教育をすると。よし、陸前正幸が城主ですか。そうですか。67。おお、なるほど。よし、いけるな。よし、再びカットします。いきましょう。25、6分、25、6分か。まあ、いや、もう一回だけ。狙うは半兵衛のみ。首は取らないように。半兵衛の兵数は10。立花宗茂がいる、高坂さんがいる、後藤又兵衛。裏切る武将はいないですね。いないでしょうね。半兵衛さえと捕まえられればいい。捕まえられればいいです。半兵衛さえいれば。ちょっと後藤又兵衛邪魔。邪魔だよ。又兵衛邪魔なんだよ。半兵衛が、あ、来ない。いや、半蔵来た。で、半兵衛だけでいいよ。立花さん違うとこ行って。左上来い。よし。いや、それはちょっと、まあいい。よし。お願いします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 。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。あと、よし。よし。さようなら。93ですね。一度も首取ってないですよ。本当に。テイク、やり直しは、逃げちゃってやり直しはあったけど、一度も取ってないですよ。これで今、18、19、26、20、ああ。もう一回やりたいな。94にしたいな。94にしたいですね。
24にしましょう。ちゃんとね、キリのいい感じでやって、次あの雪村にシフトできるようにしましょうね。自然じゃなくて陸前。はい、いつものようにカットします。カットというか挟みます。はい、行きましょう、行きましょうね。一発で行ってほしいな。係数大丈夫かな。すごい適当だけど。まあ大丈夫でしょう。多分。ああぴったりじゃん。ぴったりすぎる。見てないですからね、本当に。うん、高坂さん来るか。高坂さんが来るとなると、ここは一度引くかな。半兵衛来い、半兵衛、半兵衛、半兵衛。そっちに行って何の意味があるの。半兵衛はまっすぐ来ないと意味がないよ。そうだよ。来い、一発 OK でお願い。よし、すごいな、 100% ですよ、本当に。そしてさようなら、さようならです。秋の定数が94になりましたよね。最後見て終了にしましょうか。これサムネだね。94、戦闘94、戦闘あと6ですね。政治、魅力、野望、教養、まあ、野望は上げられないんですけど、魅力も上げられないんですけども、政治教養はもう上げられる最高の値なので、あとは戦闘力と、ちょっとね、維新数でも育てたいですね、若いし、跡取りとしてちょっと育てたいなと思います。まあそれ番外編的な感じでなるかもしれませんね。まあ、100になってからちょっと、本格的に育てるかは後で決めようかなと思います。ま
剣心が死んじゃう可能性もあるし、ちょっとわかんないので、はい、というところで今回はこれで終了にしたいと思います。よかったよかった。次は雪村ですね。狙いは97にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。